こんにちは、ボディーワーカーでヨガティーチャーをやっております松本倉と申します。この本はタイトルからお分かりになるように、息を休めて、そして自分らしさを取り戻していく、そのためのたくさんのレシピをご紹介した本になっています。特にこうデスクワークが多い OL さんとか事務職の方とか、そういう方たちが仕事の合間にちょっとこうワークレシピをやることで、自分らしさを取り戻したり落ち着きを取り戻したりするような、たくさんのレシピがまず紹介してあります。でそういうこうデスクワークの方っていうのは肩が凝ったり体を動かさないでいるうちに体が固まってきたりして呼吸も非常に浅くなってきているという方が多いので、そういう方たちが深い息を取り戻すことでこう仕事の効率も上がっていくし、自分らしいものの考え方に戻っていけるっていう、そんな体験をしてもらえればいいなと思ってます。もちろんデスクワークの方だけじゃなくて、なかなか日々が忙しくってこう自分の体とか心のメンテナンスっていうのに時間は割けないなと思っている人たちにもおすすめしたいと思います。簡単なワークですと1分でできるようなものから、ちょっとね少し体に意識を向けて5分間ぐらいこう体を感じながら呼吸の変化を感じていくっていうようなレシピまで、いろんなものが載っています。例えば笑うのは息を深くするよっていう、そういうすごく簡単なレシピとかもありますので、取り入れていっていただけたらいいなと思います。本全体用の内容をもう少し詳しくご紹介しますと、一章にそういういろんなアプローチを使った24のこうレシピ、息を深くする体験ができるレシピを載せてあります。でそのレシピの根拠になっているこう体とか呼吸の仕組みっていうものについて2章から4章で述べさせていただいてます。そこにもその仕組みにのっとって呼吸するとこんなワークがあるよっていうようなご紹介もしてあります。で最後の5章なんですけれども、そうやって豊かな呼吸を取り戻していくと、そこの先にこうとても平安な心の状態というのが生まれてくるんですけれども、そういう平安な心の状態というのを呼吸を通して体験していただくような、そういうワークをご紹介しております。一緒のレシピをやってみるだけで、まず呼吸が変わる、今の呼吸よりずっと楽になるんだっていう体験が得られると思います。でその気持ちの良さっていうのを、やっぱりこう気持ちの良さっていう形で体験なさると、それを日常に取り入れていきたいなって思われるんじゃないかな。そういう形で日常のちっちゃな変化がたくさん積み重なっていって、結果的に気持ちのいい体と呼吸、心でいられるっていう、そういう状態につなげていっていただければ嬉しいなと思います。それと同時にとても呼吸っていうのは人にとって絶対に欠かせないことなんですけれども、人が無意識になっちゃってる最たるものでもあります。放っておいても息が止まることは死ぬまではないので、息してりゃ大丈夫と思っちゃうんですけれども、それがとってももったいなくって、息が深くなるとどんなにいいことがあるかっていうことも体験の中で分かっていっていただくと、もっと探求したい、もっと深い呼吸に入りたい、もっとこの気持ちよさを味わいたいっていう風になっていただけたらいいなと思って、レシピだけじゃなく2章から5章のような理論付けもさせていただきました。たくさんの人に受け入れてもらえたら嬉しいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。